ごきげんよう、マナトです。ファミコン探偵クラブ、後ろに立つ少女、今回からプレイをしたいと思いますスーパーファミコンかな、ファミコンなのかな。かつてですね、発売されたソフトのリメイク移植版ということで、スイッチ版をプレイしていきたいと思います。ふとしたきっかけから私立探偵宇津木俊介と出会う主人公、宇津木の助手として探偵の道を歩み始めて数ヶ月が経った頃、ある少女の殺人事件を担当することになる、っていう感じのストーリーのようですね。このファミコン探偵クラブは2作品あって、今回プレイをする後ろに立つ少女と消えた後継者というですね、全然別の物語が2つ同時に発売となっております。今年の5月14日に発売されたのかな、はい。その2作品のうちの今回はこの後ろに立つ少女という本をプレイしていきたいと思います。探偵もの探偵もの楽しみです。はい、では調査開始していきましょう。夜の公園ですね。いきなり始まる感じ。おい、見つかったか。いや、まだだ。僕は追われていた。ああ、いい。あのね、ほんと、主人公がですね、尾形めぐみさんなんですよ。フルボイス。ああ、嬉しい。なんかもう、それだけで嬉しくなっちゃう。僕は追われていた。ダメだ。このままでは見つかってしまう。誰に追われてるんだろう。男の人2人。あ、こんなところにいたのか。ついに見つかってしまった。僕は茂みから飛び出した。逃げたぞ、おい。状況がわからないぞ。おっと、めちゃめちゃ絵が動きますね。すごいな。君、どうかしたのか。あの、おい、なぜ逃げるんだ。住所と名前を聞いただけじゃないか。ああ、何かやっちゃって逃げてるわけじゃないんだ。でもなんで逃げたんだろう。この子がどうかしたんですか。え、あんたは一体誰だね。この少年の知り合いか。いえ、そういうわけじゃないんですが、この少年がこんな時間にうろついていたので不審に思い、声をかけたらいきなり逃げたんですよ。君、とにかく交番まで来てもらおうか。いきなりのピンチ。ちょっと待ってください。突然こんなことを言うのもなんですが、ここは私に任せてもらえませんか。おお。何、そんなことできるわけないじゃないか。あんた一体何者だね。何者だね。おや、あなたは確か誰なの。何か事情がありそうだから話を聞いてみようと思うんです。構いませんね。あなたがそうおっしゃるなら我々も安心ですよ。ではよろしくお願いします。ん、警察に一目置かれる人物。え、
どうもありがとうございました。いやいや、そんなことより喉が渇いただろ。どこかで何か飲まないか。ごちそうするよ。信用していいのかな、新手のナンパ。僕は男と一緒に小さな喫茶店に入った。君は離れ離れになったご両親を探すために旅をしていたのか。何か訳がありそうだね。言いたくなければいいんだよ。そんなことよりも、アニメ見てるみたい。すごいですねこのゲーム。これからどうするつもりなんだ。泊まるところもないんじゃないのか。図星か。お、聞く見る調べる考える考える。この人一体何者なんだろう。あたりを調べる。男の人を調べる。なかなかかっこいい男だ。30過ぎってどこかな。あれあれ、あのん何かが始まっちゃう感じですか。お、自分のこと。そうだな、中学を卒業したての15歳、現在家出中。こんなところかな。僕は決して怪しいものじゃないよ。おう。なんて言ってもそらぞらしく聞こえるんだろうね。でもみんなにはきちんとしてるし、助けてくれたし。聞いてみよう。君を見ていると昔の自分を思い出すんだ。だから放っておけなくて声をかけたんだよ。会ったばかりでいきなりなんだが、今日のところは僕の家へ来ないか。ほう。考える。即答するわけにも。一体何者なんだろう。失礼ですが、あなたは。僕は宇津木俊介、私立探偵なんだよ。ほー、このゲームですね、全然下調べ私してなくて。さっきあのタイトルのところで読み上げてた、あの何でしょう、あらすじっぽいのって、もういそいそで公式さんで見たやつなんですけど。ほー、この人が探偵さんか。ふとしたきっかけから私立探偵宇津木俊介と出会う主人公であった。まさにこの目の前の男性が宇津木俊介探偵。探偵。気ままな一人暮らしさ。どうだろう、さっきの話。無理にとは言わないが。ほう。すごい、後ろのガヤまでちゃんと入ってるなんて。そっちに気を取られてしまった。いいお話じゃないかな。この人私立探偵なんだ。だから警察に知り合いがいるんだな。ん？どうしたんだ。君のいいようにすればいいんだ。よく考えて決めなさい。いい人そうだけど、なんかこんな風に言われると。警察と知り合いのようだし、悪い人でもなさそうだ。それに
りあえず当てもない。え、じゃあ今夜はお言葉に甘えてお世話になります。大丈夫、尾形さん。尾形さんじゃないけど、尾形さん。そうか、決まりだな。じゃあ早速行こうか。あ、そうだ、ところで君の名前は？お、システムデータはないんですよね。名前、ここはもう決まりのこれですね。涙目マナトです。あ、尾形の方が良かったかな。僕はよし、行こうか。ちょっと嬉しいな。こうして私立探偵宇津木俊介と出会った僕はやがて先生の助手となった。そうすることが離れ離れになった両親を見つける一番の近道だと思ったからだ。僕は先生の助手としていくつかの事件に関わった。そして僕はこの恐怖の事件に出会ってしまったんです。恐怖の事件。一人で学校にいると後ろから誰かの呼ぶ声がする。振り向くとそこには一人の少女が立っている。何かを言いたげな寂しい少女があなたの後ろに立っている。はあ、こういう雰囲気か。後ろに立つ少女。ホラー風味もある感じなのかな。僕が助手として宇津木先生のもとに身を寄せてから数ヶ月の月日が過ぎ去った。そんなある朝、宇津木探偵事務所に恐ろしい事件の幕開けを告げる電話のベルが鳴り響いた。はい、宇津木探偵事務所です。いい声だな、尾形さん。でも名前はマナト。あー、幸せ。私もこんな声で生まれたかった。はい、はい、わかりました。誰からの電話？先生、警察から電話です。また何か事件のようですよ。なるほど。何？よし、とにかく行ってみよう。すっかり馴染んだんだ。第一章、ある少女の死。河原、ニールシートに覆われたあそこが現場。宇津木先生と僕が駆けつけた現場には大勢の警察関係者が詰めかけていた。お、橋の上から人を見てるな。宇津木探偵事務所の助手の人だね。ご苦労様です。ご苦労様です。お疲れ様です。何があったんですか？ここで死体が発見されたんだ。事件性があるかどうかはまだわからないんだよね。選択肢がいっぱいある。はあ、なるほど。発見されたのは地元の高校生だと思わしき少女だ。今朝川岸近くに浮かんでいるところを
通りかかった人が発見して通報してきてくれたんだ。ほう。我々もさっき駆けつけたばかりで、実は身元すらまだ分かっていないんだ。まだ何も分かっていないんだ。かわいそうに、君と同じくらいの女の子だよ、亡くなったのは。高校生まだ何も分かっていないのか。まったくだ。担当の刑事が先ほど到着したばかりでね、鑑識の準備もちょっと遅れているんだ。まだそんな状態なのか。雨で増水した川に誤って落ちたんじゃないかな。僕は事故だと思うよ、単なる直感だが、君はどう？まだ何も見てないから何とも言えないけど。おお、個別に。あのブルーシートの中に被害者が横たわっているんだろう。なるほど、警官。なんだね。いや、お気になさらず。果たしてただの事故死なのだろうか。被害者を調べればはっきりするだろう。うん、まあ、まずは見てみないことには。被害者を調べちゃダメでしょうか。いや、いくら君が探偵でもそれはダメだと思うな。すまないね。ああ、ダメなんだ。でも死体の発見場所くらいなら調べても構わないよ。なるほど。被害者を調べたらと。いや、でも死体の発見場所。はーい。発見場所は調べ。発見場所が加わってる。彼女はこの辺りで見つかったそうだ。ゴミがたくさん溜まっている。何か手がかりがあるんじゃないかな。調べてみよう。もう少し調べてみよう。そばに人。手袋とか。ほとんどはゴミっぽいんだけどな。流されてきたらしい空き缶がいくつか見える。特に気になるところはないな。普通の空き缶だ。普通の空き缶だ。ゴミがたくさん溜まっている。雨で流されたのかもしれない。特に気になる。まあ、缶がいっぱいあることぐらいしか。流されてきたらしい。ゴミがたくさんたら。ゴミを抜けたら何か。手帳かな。手帳。やっぱり手帳か。どこかの学校の生徒手帳みたいだ。見てみよう。吉光高校1年 A 組小島陽子と書いてある。被害者のものかもしれない。重要な手がかり。小島陽子。生徒手帳を見つけました。ああ、本当だ。被害者のものかもしれないね。鑑識に渡してくるよ。宇津木さんの助手というのは君だね。これから死体を調べるのだが、君が立ち会うことになったよ。宇津木さんに勉強させてやってくれって頼まれてね。相変わらず強引な人だよ。あ、じゃあ早速始めるとしようか。はい。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふう、緊張するな。じゃあ死体の近くへ行ってみよう。なかなか勇気のある少年だね、君は。あ、少女の死体だ。来たばかりの警察はまだ何も調べていないそうだ。あの手帳の女の子か。さっきの手帳はやはり彼女のものみたいですね。そうだね、手帳の写真と同じ顔だね。さて、どこを調べようか。君の勘とセンスの見せ所だよ。え？わあ、緊張するな。あ、制服ですって。さほど衣服の乱れはないよ。ただの事故かもしれない。水は飲んでる？スカーフ？手がかりになるようなものはないですよね。制服、スカート、まさかエッチ考えてませんよ。綺麗な女の子だな。そうだ、手がかりになるよ。着衣に乱れはなく、考察の跡とかは濡れた髪の毛が絡んでいるので、首元はよく見えない。他殺の場合はね、なんか首ロープでとか。とにかく被害者を調べないことにはどうにもならないか。濡れた髪の、そのあたりが気になるのか。よく見ると顔に細かい擦り傷がある。擦過傷。川を流れた時できたもの。目立った外傷といえばそのぐらい。手がかりになる。制服。手がかりになる。手がかり。手がかりに。まあ気になるといえばやっぱ首隠れてるとか。問題なし。問題ないんだ。首元が気になるようだ。どうしたらいいと思う？取る。なるほど、アクションが。首の髪の毛をどかしてもらえませんか？了解。ほら、これでいいだろ。ああ、これは考察されてますわ。手の跡だ。ああ、赤い蝶。首には何も。親指の跡がくっきりですわ。首を絞められたような跡があります。もしやこの少女殺されたのだ。本当だ、確かに考察の跡のようだ。どうやらこれは殺人事件だったようだね。こんな優子、向こうが随分騒がしい。優子、ヨーコがどうしてこんなことに。皆口優子さんか。こんな状況だけどめちゃくちゃ嬉しくなっちゃう。キャスティング、友達かな。被害者と知り合いのようだ。まず話を聞いてみなければ。こんな状況で聞くのは嫌なんだけど。君、名前は？ヨーコ、何か言って、お願い。取り乱してしまって、それどころではなさそうだ。まあ普通はそうですよね。ヨーコ、ヨーコがどうしてこんなことに。
陽子がなぜ、嘘、信じられない、陽子、待ってください。お話は私が伺います。ミキさん私は小島陽子の担任で日比野と申します。担任の先生、なぜこんなことになったんだ。しかもこんな場所で。陽子さんは何者かに殺されたようです。なぜなんだ。二人から話を聞くのは無理かな。相当なショックのようだ。それに一見落ち着いているようだが、どちらかといえば日比野先生の方が動揺しているように見える。顔が真っ青だ。とても話を聞ける状態じゃなさそうだ。先生が呼んでる。先生、一旦事務所に戻ろう。はい。はい、わかりました。やはり殺人事件でしたね。ああ、別の場所で殺された後、川へ投げ込まれたようだね。犯行時間は9月30日の午後9時から10時の間らしい。夜か。昨夜殺人が行われたわけか。君は学校での調査にうってつけの人間だから、警察も頼りにしてるらしいよ年齢的に僕がうってつけ。君が学校で聞き込みをして事件の手がかりをつかんでくれることを期待しているそうだよ。え同じ年頃同士の方が話しやすいだろうってことさ。頑張ってくれよ頑張ってくれよ。まずは関係者から事情を聞かないと何とも言えないね。さっきの泣いていた女の子、彼女がまあ一番親しそうではあるけど。お、事務所も見れるんだ。勝手にいじったりしないでくれよ。はーい、ほーい。使い込まれたラジオだ。宇津木先生がよくニュースを聞いている。探偵、情報収集を怠らない。印鑑入れだ。勝手に触らない方がいいだろう。お、めっちゃ重要。棚には様々な本や資料が詰め込まれている。今まで担当した事件をまとめたファイルもある。探偵事務所、興味深い。コナン君とかではね、おなじみなんですけどこの段ボール箱ずっと置きっぱなしだな。片付けないのかななんかパッと見は普通の事務所、事務作業するような会社っぽいですね。あ、記念品。記念品があるくらいだから先生相当強いんだろうな。あ、グローブ、ボクシングか。宇津木先生、ああ見えて武道の達人なんだよな。ああ、ボクシングじゃないか。なんかグローブはめて、何の競技なんだろう。どうしたんだ、そんなに見つめられたら恥ずかしいじゃないかどうしたんだ。こうやって調べていってるうちに、密かにこう、なんだろう、好感度みたいなのが上がっていって、エンディングが分岐するっていうお茶とかもこれ主人公が入れてあげたりするのかな。電話だ。僕も自由に使うことができる。まだ何も分かっていない。あの女の子や日比野という先生に話が聞ければ。あの女の子や日比野推理、まだその段階ではない。まずは関係、
情報が少なすぎる。なんだね。先生を呼んでみた。先生とあの女の子はあの後一度学校へ戻ったんだ。彼女にはここへ来るように言っておいたから。ほら、噂をすれば彼女が来たようだ。お、展開が早い。お邪魔します。いい声。あの、今朝は取り乱しちゃってすみませんでした。いいえ、こちらこそ。呼び出してしまって申し訳ありません。彼は僕の助手です。とても優秀な自慢の部下なんですよ。すっかり仲良しだな。彼から事件について質問させてもらいますが、いいですか？はい、大丈夫です。そのつもりで来ましたから。もう気丈だ。ではよろしくお願いします。いくつか質問しますけど、ちゃんと答えられそうですか？はい、知ってることは何でも話します。陽子のためにも。うんうん。ではまずあなたの名前を教えてください。私、橘あゆみと言います。陽子は私の親友でした。橘あゆみさん、いろいろ聞きたい。彼女殺されたそうですね。一体誰が陽子を？知ってることは何でも話します。陽子のためにも。お、先生のこと。先生、すごくショックだったみたい。先生と陽子さん、昨夜の9時頃は何をしていました？それは私を疑っているんですか？そんな、ひどい。しまった、もっと気を使わないと。そっか、ごめん、ごめんね。あ、教えてくれなくなっちゃった。陽子さんの事件について何か心当たりはありませんか？わかりません。彼女に人の恨みを買うような事情があったとも思えない。ただただ一つ気になることがあるんです。ほう、なんですか？気になること？実は私と陽子で探偵クラブっていうサークルを作ってたんです。なかなか渋いことを。渋いことを。探偵クラブ？探偵クラブとは？学校や町の不思議な噂や出来事を二人で調べ、分かったことを報告し合ってレポートにするんです。え、何それ、めっちゃ面白そう。いつも二人で手分けして調べていました。なのに、なぜか最近陽子は何かを一人で調べていたんです。それが彼女が殺されたことと関係あるかもしれません。なんだって？なんだって？何を調べていたんだ？遊び半分に二人で始めたんです。なのに私一人ぼっちになっちゃった。陽子さんが何を調べていたのかは知らないんですね。ええ、でも何かを一生懸命調べていたことは間違いありません。その頃からなんです。その頃から？陽子の様子が変わったって気づいたのは。様子が変わった？どういうこと、どういうこと？どんな様子だったんですか？いつも何かを考えているような、そして時々まるで別人のような表情を見せるようになったんです。何
私が知っていることはみんな話したつもりです。もう一度話した方がいいでしょうか。なるほど。ありがとう。よくわかりました。ちゃんとメモを取りましたから大丈夫です。重要な情報は自動的に調査メモに記録されます。メモ画面を見たいときはゲーム中にプラスボタンを押すとメニュー画面が表示されます。メニュー画面の手帳を見るを選んで A ボタンを押すことで調査メモを見ることができます。調査メモは B ボタンを押すことでメニュー画面に戻ります。お、調査メモが早速見てみよう。被害者、河原にて絞殺死体で発見される。犯行時間は9月30日午後9時から10時の間。別の場所で殺害され川へ投げ込まれたらしい。これ担任の先生。大きなショック。小島陽子と探偵クラブというサークル活動を行っていた少女。周りのことが気になっちゃって。コルクボードに新聞記事が貼り付けられている。宇津木先生に送られた感謝状だ。まだ表情が冴えない。かわいそうに。まだ何とも言えない。一度陽子さんの家に行ってみてはどうだ。ムズ。はい。早速陽子さんの家に行ってみます。私が案内します。ここが陽子の家です。はい、ということで今回はここまでとさせていただきたいと思います。いきなり事件ですね。絞殺死体となってしまった小島陽子さん。彼女は一体何を調べていたためにこんな事件に巻き込まれてしまったのか。結構本格的な感じですかね。ちゃんと調べて手がかりを見つけながらつぶさに現場検証していくみたいな探偵っぽいぽいっていうか探偵もろなんですけど。はい、では次回は被害者となってしまった小島陽子さんのお家行きましょうね。いや、重たい話なのかな、どうなんだろう、雰囲気的に。いやー、どうなんだろうななんとまだ言えませんけれども、とりあえずキャスティングは最高だということは分かりました。楽しみだ。あー、とってもワクワクウキウキしてますはい、ということでまた次回も引き続き見ていただけると嬉しいです。ではでは、マナトでございました。ありがとうございました。